もう一度言おう。中国がアメリカに絶対に勝てないその理由。米ドル交換停止が徐々に現実味。先週は香港問題に焦点を当てて、中国は米国に絶対に勝てない理由を書いた。一言で言えば、米国が香港ドルと米ドルとの交換を停止すれば、香港経済は一発で崩壊してしまうからだ。今週は中国にも目を配って、その続きを書こう。読者の中には、香港には多くの米国企業が進出しているから、米ドルへの交換停止のような荒行を断行したら、米国も返り血を浴びる。だから実行できないだろうと考える向きもあったかもしれない。だが、この話は、私が頭で考えて、導いた論理的帰結というだけではない。現地では、多くの人々が抱く心配となって現実化している。例えば、6月8日付のサウスチャイナモーニングポスト、SCMP は、アナリストの話として、香港への国家安全法導入に対して、中国と香港を制裁するというドナルド・トランプ。米大統領の最近の脅しは、米ドルへのアクセスを遮断するプロセスの始まりになるかもしれないと報じた。これは、まさに私が、先週、6月5日、公開コラムで指摘した話と全く同じだ。物事の本質を論理的に突き詰めれば、東京で考えても、香港でも、同じ結論になるという実例である。制裁がなかったとしても、SCMP の記事は交換停止の可能性を認めつつも、多くのアナリストは、トランプ政権は極端な制裁をしないと見ていると書いている。中国と1月にまとめた貿易交渉の第1段階の合意を維持するためにも、米国は全面的な金融制裁を避けるだろう、というのだ。貿易交渉の合意は、もはや、偶然の投下と私は思う。だが、当事者とすれば、なんとか、米ドル交換停止だけは避けてもらいたいと期待するのは、理解できる。ちなみに、SCMP のオーナーは、中国有数の大企業である、アリババグループ、ジャック・マー会長である。それでも、問題は残る。米国が、交換停止をしなくても、香港と中国が保有する米ドルを枯渇させてしまったら 7.8 香港ドルイコール1米ドルのドルペッグ制を維持できなくなる。将来を不安視した多くの企業と市民が先を争って米ドルを買い求めている中、当局が米ドル売り介入で香港ドルを支えられなくなったら、たちまち香港ドルは暴落し、経済は立ち往生するだろう。したがって、トランプ政権の制裁をひとまず棚上げしたとしても、差し当たって、香港と中国にとって、重要なのは、貿易で米ドルを稼げるかどうか、という問題になる。そこで、中国の経常収支を見ると、2019年末の405億ドルの黒字から、2020年第一四半期は297億ドルの赤字に転落した。これは、それだけ米ドルが、海外に流出してしまったという話に他ならない。なぜ、そうなったかといえば、新型コロナウイルスの影響で、輸出や、観光、さらに海外からの投資が減ったからだと SCMP は、書いている。中国の5月の貿易収支は629億ドルの、黒字だった。だが、これは、内需が弱くて、輸入が減ったのが、主な理由である。本来の稼ぎ手である輸出は、相手の米国や欧州が、新型コロナで大打撃を被ったために、回復しそうにない。つまり、介入原資にする、米ドルの入手難はこの先も続く。そんな状態だから、トランプ政権は本当に、米ドルの交換を停止する必要もないかもしれない。ちらっと制限するような素振りだけで、香港企業と市民は焦って米ドル買いに走るだろう。それがまた、不安に火をつける。そして、本当の危機に近づいていくのだ。コロナ前から苦境だった中国、実は、新型コロナの発生前から、中国経済は暗礁に乗り上げていた。5月26日付の米紙フォーブス電子版が、そんな、中国の窮状を手際よくまとめている。それによれば、中国はこれまで世界の工場として外国資本を引き寄せてきた魅力を今ことごとく失いつつある。
まず、労働賃金が上昇し、安い単純労働が手に入りにくくなった。一人っ子政策のおかげで、労働人口自体も急速に減りつつある。環境基準が緩いのを理由に、企業は汚染物質を垂れ流し放題だったが、基準が厳しくなって、多額の設備投資を迫られるようになった。加えて、経済成長したおかげで、米国と利害が衝突し、米中新冷戦になった。中国で作った製品を米国に輸出しようにも、高い制裁関税を強いられ、外資にとっては、旨味が減ってしまった。そこに襲いかかったのが、新型コロナだった。新型コロナの感染拡大で、中国に進出した外国企業は、どこも一極集中の怖さを味わった。原材料の調達や組み立て拠点を中国だけに依存していると、中国がこければ、たちまち全世界の生産がストップしてしまう。脱中国は汚い言葉ではないというわけで、今や外資企業にとって最大の課題は、いかに早く中国を脱出するかになった。サプライチェーンの多様化が不可欠になったのだ。注目されているのは日本だ。4月10日付のフォーブス電子版は、ラリー・クドロー米国家経済会議 NEC 委員長が FOX ビジネスニュースの番組で語った発言を紹介している。日本の安倍晋三政権は、新型コロナに関わる第一次補正予算で、中国から生産拠点を移す企業への支援策として、2486億円の補助金制度を新設した。クドロー氏は、これに刺激されたのか、工場から設備投資、知的財産、技術開発など、あらゆる分野にわたって、我々は中国から出たいと思っている。米国企業の移転費用に 100% 金を出すつもりだと語った。今や、脱中国、デカップリング、切り離しは、米中対立の負の側面を示す、ダーティワード、汚い言葉でもなければ、政策担当者の頭の中だけにあるシナリオでもない。日本でも、米国でも、実際の政策になっている。中国共産党の習近平国家主席は、もちろん、これに気づいている。だからこそ、外資企業が中国を出ていかないように、あの手この手で、必死の食い止め工作を展開中だ。日本企業が、生産再開に000が必要だというと、立ちどころに、0000が揃う、という話もある。中国の成長を支えてきたのは、外資企業だった。だが、その外資が逃げ出し始めた。国内企業だけで成長できるかといえば、例えば、ご自慢の花ため、技術、ファーウェイを見ても、トランプ政権の制裁によって立ち往生している。第5世代移動通信システム、5G の展開に、不可欠な半導体を自前で作れないのだ。もう一度、繰り返そう。中国は、どう頑張っても、米国に勝てない。統計で見るよりも実態はもっと厳しい中国経済。中国の失業率はかなり低くとどまる。米国の5月雇用統計で失業率は 13.3% と4月の 14.7% から幾分低下したものの、依然として2桁の歴史的高水準にある。また、正社員を希望しながら、パートタイムで働くことを強いられている人などを含む、いわゆる抗議の失業率は、5月に 21.2% と、高止まりしている。こうした、雇用情勢の急激な悪化が、現在全米各地に広がるデモの一因をなしている。雇用情勢の悪化が、社会不安を引き起こしている面がある。これと比べると、公式統計に見る中国の雇用情勢はかなり、安定している。失業率は今年1月の 5.3% から2月に 6.2% まで上昇したが、最新の4月には 6.0% へと低下している。コロナ感染抑止のために他国と比べてもより厳しい規制措置、ロックダウン、都市封鎖を講じた中国にしては、失業率の水準はかなり低くとどまっているという違和感は否めない。ここには、失業者に計上される範囲が狭い、という技術的な問題がある。景気後退時に真っ先に雇用調整が行われ、安い、約1億7400万人の地方からの
出稼ぎ労働者が地方に戻されてもなお失業者としてはカウントされないのである。地方からの出稼ぎ労働者は都市部の労働者全体の3分の1近くに上るが、失業率のデータは都市部の住民のみを調査対象としており、多くの出稼ぎ労働者は対象外だ。出稼ぎ労働者は都市で仕事を失っても地元に戻れば土地を持っているため農業で収入が得られるとして失業者としてカウントされないようだ。抗議の失業率は中国でもかなり高い。しかしこれは実態とは大きく異なるだろう。コロナショックを受けて都市で働く多くの出稼ぎ労働者は地方に戻されたが、地元では失職状態を続けているケースが多いと見られる。一旦出稼ぎで都市に出ると地元で農業を再開することは多くの場合には難しいためである。あるいは都市に戻っても出稼ぎ労働者はパートタイム労働などを強いられるケースが多いようだ。オーストラリア・ニュージーランド銀行アンズは、中国の4月の失業者と不完全就業者、パートタイム労働を強いられている人や積極的に休職していない人を含むを合計した抗議の失業率は 16% 前後になると計算している。また BNP パリバは、解雇された出稼ぎ労働者を失業者とみなすと最大で1億3200万人の中国人労働者が今年のある時点で失業、一時解雇、あるいは一時帰休させられたと推測している。これは都市部の労働者の約 30% にも達する。このように失業者の概念をより実態に即した形へと修正してみると、米国と中国の雇用情勢の差は小さくなる。経済の再開は中国の方が先ではあったが、海外経済の悪化を移して輸出環境が厳しいことが中国の雇用環境の改善を引き続き妨げている。社債のデフォルトは裏技で回避されている。中国で統計あるいは表面的な事実が必ずしも実態を反映していない例として、もう一つ注目しておきたいのは社債のデフォルト、債務不履行である。未曾有の景気悪化にもかかわらず、中国では米国のレンタカー大手のハーツや小売大手の JC ペニーのような有力企業の破綻は今のところは見られていない。4から6月期にはこれまでのところ非金融企業の元建て社債のデフォルトは合計6億2600万ドル程度にとどまっている。その背景には一部の中国企業が社債の返済猶予、早期償還を求める権利の放棄、新たな長期債との交換など、いわば裏技を使っていることによる面があるようだ。例えば繊維大手の三頭に追いかぎ集団は3月に償還を迎える元建て社債の保有者に総体で利払いを行うとともに、総体の交渉を通じて6月まで支払いを猶予することを受け入れてもらったという。社債の保有者に対してプットオプションを行使しないよう要請している企業もある。プットオプションは中国の社債市場では一般的に利用されており、社債の保有者投げはこれにより早期償還を請求することが可能となっている。その権利を放棄するように企業が働きかけるのである。また償還を迎えた社債を新たな債券と交換している企業もある。中国経済の実態をつかめ、中国企業が発行する社債の有力な保有者は中国銀行だ。銀行は企業の融資返済を先延ばしにすることでデフォルトを起こさないように協力しているのである。銀行が企業に当面は融資返済を強要しないように当局から指導を受けていることがその背後にあるという。つまり政府の指導で企業のデフォルトが抑えられているという面があるのだろう。